宅の猫。チュメデアミラバありがとう。表紙解禁できんかったけどね、さっき話し合ってきて、もう決めました。仮予定ね。でも28日の10時、今日と一緒の。その日も写真集ショールームあるん？ない。でも今10時って自分が決めたけど、いろんなライターさん、記事書く人って10時は仕事したくないと思うんだよね。7時ぐらいにしといた方がネットニュースの記事書く人も仕事してると思うんだ。だからもうちょい早くてもいいかもって気もしてきました。もう疲れちゃった、振り回されて。写真集の表紙公開したいならしたいだけの準備をしてからさ、私に言えばいいのにさ。ちょっと疲れた、振り回されて。もっと大事にしてほしいね。こんばんは。疲れんこん。とりあえず、あ、さっきツイートしたけど、福フェスの次の日の四角公園の2部、5時開演なんですけど、どんなに何が遅くなっても 6時半には終わるんで、お見送りまで。なんで関東の人も来てください。よろしくお願いします。もう関東の人が距離を理由に来なかったりすることに疲れちゃった。なので来てください。私はいつも東京日帰りしてるのに。
なので安心して来てくださいね。お待ちしてます。トゥルトゥルトゥトゥン、にゃんにゃんにゃん、にゃんすけ、え、まだ訪れしてる？嘘。え？嘘でしょ？まだ訪れしてますか？今は大丈夫？え、だよね。焦った、もう iPhone で訪れしてたらもう終わりだよ。もうね、え、マヒナってさ、いつも iPad で配信しとるやん。いつも訪れしてんのかな。もうあと3分だ。またいろいろちょっともう振り回されたくないという気持ちが大きいですが、うー、運営も大変ですな。今日はちょっと何もうまくいかなかったので下げですけど、まあ明日はうまくいくでしょう。写真集の特典の生写真が可愛かったからいいよね、にゃん。ゴロミ、あとさっきスケちゃんと電話したし、スケちゃんね、スケちゃんね、布団をふみふみしよった。もう寝るって、もう寝るよって言よった。そう、お疲れんこん。はい、バイビー。おやすみー、ありがとう、またねー、ありがとう。甘いよー。